こんにちは、直屋テックの直屋です。この動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーの提供でお送りします。今日は Python で API を使って犬の画像をダウンロードしていきます。こちらが Dog API という API のページです。無料で使うことができます。こちらの URL にリクエストを送ると犬の画像の URL が入った JSON が返ってきます。そして Python とこの API を使って犬の画像を実際にダウンロードしていきます。まず動画の前半ではスライドを使って API の仕組みについて説明していきます。後半では実際に Python のプログラムを書いていきます。では始めます。まず API とは何でしょうか？ API はピザ屋みたいなものだと思ってください。なんでみんなピザ屋でピザを注文するのでしょうか？当然ピザがうまいからとかいう理由もあると思いますけど、一番の理由はピザを作るのがめんどくさいからだと思います。ピザを作るのがだるいからだと思います。これなんでかというと、家に本格的な音部がなかったり、そもそも窯なんてないし、そういった環境の問題もあってピザを焼くことすらできないからだと思います。API も同じでして、なんで API を使うのかというと、機能を自分で作るのがだるいからです。機能を一から実装するのって結構大変で、例えばオンライン決済の機能とかそういうのを自分で作るのはなかなかセキュリティの面とか担保しないといけないので、高い技術力を必要とします。API が機能を提供してくれるんですね。なので多くの人は API を使います。もう少し仕組みを図解してみるとこのようになります。例えば、ピザを注文したいと思ってピザ屋に電話をかけます。そして、ピザを1枚くださいと電話で言います。そうすると、ピザ屋はピザを配達します。システムにおいても全く構造は同じで、犬の画像1枚くださいとリクエストを送ると、サーバーから犬の画像の URL が入った JSON が返ってきます。そもそもなんでピザ屋をやるのかというと、まあ、儲けるためですね。API も大体同じなんですが、無料のものもあります。そういったもののメリットというのは、例えばユーザーが他社の場合、API を無料で開放することで、ユーザーに知ってもらえる認知が向上すること。またまた個人で例えば作っている場合は、ただ趣味のために公開しているという人もいます。今回の犬の画像を返してくれる API は、趣味のためにおそらく公開されていると思います。ユーザーが自社の場合もあります。ユーザーが自社の場合、他の部署とか他のチームの方がその機能を簡単に利用できることがメリットです。API を使うときの基本用語を解説します。例えば、クライアントサイドとサーバーサイドです。リクエストを投げる側をクライアントサイド、レスポンスを返す側をサーバーサイドと呼びます。先ほどのピザの例で例えると、電話をかけるのがリクエストに当たります。そしてピザを配達するのがレスポンスになります。次、エンドポイント。エンドポイントというのは窓口のことで、ピザ屋の場合は電話番号になります。電話番号を使って注文します。システムの場合は、サービスに接続するための URL です。次、API 機。例えば、ピザ屋にはたくさんいたずらの電話がかかってきたりします。防止することが難しいです。なぜなら、窓口が電話番号しかないからです。実際のシステムでは、URL の他に API キーを用意することがあります。API キーを持っていることで、いたずらをする人ではないということの証明をします。なので、URL と API キーを使ってリクエストを送ります。今回の犬の画像の API は API キーを必要としていないです。このようにリクエストを簡単にするために API キーを用意していない場合もあります。リクエストの種類についてです。主に2つあります。Get リクエストと Post リクエスト。まず、ゲットリクエストは、ピザ屋の例で言うと、ピザ1枚くださいというリクエストを送り、ピザを配達してもらいます。これは、ピザをくれというゲットというリクエストを送っているのと同じです。実際のシステムでは、犬の画像1枚くださいというリクエストがゲットリクエストに当たります。そして、犬の画像の URL が入った JSON が返ってきます。次、ポストリクエスト。これは、ユーザーがデータをサーバーに送るリクエストです。ピザ屋の例で言うと、私の住所ですという住所を教えることに似ています。その住所をピザ屋はメモして、その住所を手がかりにピザを配達します。このように自分の情報を送ることをポストリクエストと言います。これで説明を終わります。実際にプログラムを書いていきます。リクエストライブラリをまずインポートします。リクエストライブラリを使って、ゲットリクエストやポストリクエストを簡単に行うことができます。そしてメイン関数を宣言します。
メイン関数の中に具体的な処理を書いていきます。まず API の URL を変数に入れます。API のホームページから API のエンドポイントの URL をコピーしてペーストします。そして犬の画像をリクエストするために GetRequest を送ります。これは RequestGet でできます。Get の中にエンドポイントの URL を入力します。そして結果を出力します。まずレスポンスの内容を調べるためにヘッダーを表示します。実行してみます。ヘッダーが表示されました。コンテントタイプというところにレスポンスの形式が入っています。ここではアプリケーション JSON と書いています。なので JSON で返ってくることがわかります。JSON で返ってくるときは r.json を使えば JSON を Python の辞書配列に変換してくれます。実際に表示してみるとこのような辞書が返ってきます。メッセージというキーの中に URL というバリューが入っています。実際に URL を見てみると犬の画像が入っていることがわかります。なのでこの辞書を一旦変数に入れます。画像 URL の変数を用意してキーメッセージにアクセスします。中身を表示してみます。すると画像の URL が表示されました。次に画像をダウンロードします。ダウンロードするための関数はここでは詳しく解説しません。コピペで OK です。具体的にはダウンロードの元になる URL と保存先のファイルパスを引数に指定します。次にディレクトリを作成します。make ディレクトリでディレクトリが作成できます。ダウンロードイメージ関数を使ってファイルをダウンロードしてみます。イメージ URL と保存先のパスを指定します。ファイル名は試しに doc.jpg としておきます。これで実行します。ダウンロードできているか確認します。オープンコマンドを使えば画像を開くことができます。実際にダウンロードできていることが確認できました。画像1枚をダウンロードする関数の名前を変えていきます。ダウンロードシングルドックイメージとしておきます。今度は複数の画像をダウンロードしていきます。メイン関数を書き直します。API の GitHub にエンドポイントの種類がいろいろ書いています。エンドポイントとなる URL についての説明が書いてあります。実はエンドポイントはいろいろ種類があります。最初に使ったのは画像をランダムに返すエンドポイントです。最後に返ってくる画像の枚数を追記します。API URL を書き換えます。これは間違った URL です。後で直します。実際に実行してみます。エラーが出ました。URL が間違っているからです。URL を修正します。もう一度実行します。すると3枚の画像が返ってきました。メッセージというキーの値が画像の URL が入ったリストになっています。今度はこのリストを手がかりに画像をダウンロードしていきます。キーメッセージを使って画像の URL が入ったリストを変数に入れます。そして、for ループを使って、それ一つずつの URL を取得していきます。先ほどと同じように、ダウンロードイメージ関数を使います。ダウンロードするファイル名は、for ループのインデックスを使うことにします。なので、enumerate 関数を使って、for ループのインデックスを取得します。インデックスは0始まりなので、インデックスプラス1としておきます。実際に実行してみます。ダウンロードできたか確認します。ディレクトリを見てみると3枚の画像がダウンロードされていることがわかります。今回は簡単な API を使って Python で API を使う方法を学びました。また API の基本的な考え、また言語問わず使える API の知識についても解説しました。Python の入門者の方でも十分取り組める内容となっていますので、ぜひやってみてください。この動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーの提供でお送りしました。今回の動画が面白かった、役に立った、ためになったという方は、高評価、チャンネル登録、コメントの方をよろしくお願いいたします。
プログラミングを使って実際にものを作っていくチャンネルとなります。これからも更新頑張っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。